はいどうも皆さん、こんにちは。えー、本日はですね、えー、ポッドキャスト、えー、10万回再生記念の、えー、フリートーク及びコメント返し会でございます。まあですね、あのー、皆さんね、えー、愛聴くださっているおかげで、おかげさまで、えー、っとですね、10万回に、えー、再生数届きましてですね、まあそれが、 何て言うの、うん、そ,それが何て言うの何を意味するのか僕もあんまりよくわかってないんですけど。えっと、でいてなんかこう、10万回ってなんか1本のね、あの音声でそれぐらい毎回ね、あの叩き出す人だっているわけなんで、あの、それがどうしたといえばそれがどうしたなんだけど、ただまあ僕の場合はこう、その、大体ね、なんかね、そのプラットフォームで言うと、 その音声だけ聞いてる、その、ポトキャストで聞いてる人が、はいえー、半分。えー、で、YouTube でラジオ的に聞いてくださってる人が半分みたいな。まあ、それぞれのこう端末であったりとか、ライフスタイルであったりとか、まあ、そういうことに合わせて、やってるのかなと、えー、聞いてくださってるのかなと思うんですよ。<laughs> で、あのー、ね、そうですね。だから、 ってことは、だから、その、YouTube も合わせると20万回ぐらいってことになるんじゃない大体いいね。大体いいですけど。で、それが、ま、大体その、この僕が毎日動画を上げ始めたのが、確か2019年の春頃だったんで、ま、大体2年半かな ?3 年 ?3 年もう3年経つかなまあ、3年ぐらいです、その10万回再生っていうのは、その、お、多いのかは <laughs>、ね、ないのくなるかわかんないですよ、それこそ。 うん。で、あとはね、あの、ちょっと前もちょっと話したけど、その YouTube のさ、その、Google が、その、規約変更っていうか、ポリシー変更して、これ去年の年末なんですけど、その収益化してない動画にも広告をつけるってことを、まあ、や、やりやがったっていうか <laughs>。で、僕、あれね、な,なんかは、その、なんだろう、 それもちろんその収益は増えるでしょうよ。だってそれ収益化してない動画に広告つけたらその分は 100%Google の収入になるんだから。だけどあれって僕わかんないけどバッドムーブなんじゃないかなと僕は類推してて。っていうのが僕あれ以降 YouTube 自体をあんまり使わなくなりましたからね。 なんかその広告が深いすぎてでそのこれまでだったら収益化してる動画だからその広告を見ることでその YouTube 配信者にもちょっとねそのもう 0. 何円かもしれないけど入るんだったらみたいな特に好きなね配信者だったらああそう思ってたんだけど収益化してない人の動画に広告つけられるとなんかちょっと見る気がうせてきて YouTube 自体を 僕使わなくなくったからあんまりねだから使う頻度が下がったからなんか僕は結局そのアテンションエコノミーってエンゲージメントっていうのがすごい重要なんでなんか世界全体でそういうことって多分僕みたいな人っているから YouTube あれ わかんないけど、長期的に見れば、バッドムーブじゃないかなと思うんだけどね。わかんないぞ。その、グーグルで働いているエンジニアの人が、もしこれ聞いてたら、ご意見伺いたいですけど。で、まあ、その結果、僕の動画にも、多分広告ついてんのよね。その YouTube で聞いてる方は。だからなんかほんと、ぜひ、僕は、ポッドキャストに切り替えてほしいなと思いますよ。なんかこ、こんなね、おじさんの面だけが映ってる動画なんて別に、 その画面としての価値はゼロですから。だから、あの、本当強くお勧めしますね。広告のないポッドキャストに切り替えること。で、ポッドキャストの方が、そのアプリとしての、えっ、ー、と、アプリとして軽いんですよね。データ容量が少ないからサクサク動くでしょうし。 あのー、本当におすすめですよ。だから僕自身も、なんかこの僕自身の動画の視聴者も、あの、ね、YouTube の規約変更の後、やっぱりあの気持ち減りましたからね。それはやっぱりその広告がうざいからだと思うんですよ。で、そういう人がポッドキャストに移ってきてたら嬉しいなとは思うんだけど、まあそういうことはちょっとありますね。ちょっと裏側の話をするとね。<laughs> で、 えっと、まあまあそんなことで、まあ僕の場合そのチャンネル登録者数が YouTube ですと、えー、っと、今600人台みたいな感じなんだけど、これね、1000人超えないと、そもそも、そもそも収益化の権利がないんですよ。だから僕まあしばらくは収益化するつもりもないし、あとはその僕のチャンネルって僕の個人のチャンネルじゃなくて、これ FVI っていう、えー、っと、ノンプロフィットなね、団体のチャンネルだから、 あの、これを収益化したところでっていうのがあって、ところでっていうか、なんていうか、その、儲けちゃうことになるから、多分税制上ね、これが10円、たとえ、その、YouTube の広告料10円だったとしても、多分 FBI が FBI として収益事業をしちゃうと、なんかその税金が発生してきて、で、すごい、その税務処理がめんどくさくなって、トータルマイナスになるから、あの、まあ、チャンネル登録者増えようが、 このチャンネルでは僕は収益化するつもりは、まあありませんから。だからこれを安心してくださいとも言えなくなってるわけ。どっちにしたって広告つくようになっちゃってるから。まあ悲しい話ですね。で、えでね、まあ、その、じゃあこれって、その10万回再生ってことを考えたときに、これ何なんだろうなこれが何を意味するんだろうなって考えたときに、まあ僕はその、なんていうのかなまあ僕のね、あの、 コンテンツっていうのは、その、広く浅く刺さるというよりも、えっと、深く、ね、狭く深く刺さるコンテンツ、えー、だと、ま、あ自分では思ってるというか、それ以外できないから、あできないのね。で、<laughs> えっと、それをしてるんだけど、えっと、なので、なんかその、同じ10万、 回再生でも、瞬間風速的に、一日で十万再生。一つの動画がバズってとか、一つの音声コンテンツがバズってとか、あるんでしょうけど、そういうものとはちょっと質が違ってて、やっぱりこう。三年かけて十万回再生。しかも、だいたい僕、なんとなくですけど、聞いてる方の八割ぐらいは、ほぼ全部聞いてるって方なんですよね。多分、こういうタイプのコンテンツって。 結構珍しくて、だから、その、刺さる人には本当に刺さってるんだけど、えっと、ま、刺さってない人にはかすりもしてないっていう <laughs>、そういう、もうそんな感じだと思うのね。だからなんか、あの、おそらく、 まあ、その100人から200人ぐらいかな、の方々が本当に毎日、その通勤途中とかに車で聞いてくださったりとか、電車でイヤホンで聞いてくださったりとか、家事をしながら、毎日なんか習慣として聞いてくださってる方がそれぐらいいる感じ。それを3年間続けてきたっていう10万回っていうのは、僕はすごく、その瞬、ね、一つがバズって1日で10万回よりも、まあ価値があるなと自分では思って、 てるんですよこれをどう考えるかは人の自由だけど、僕はそう考えます。っていうのは、まあ、なんていうのかな、その、なんかタピオカ屋を、ね、えっと、3ヶ月だけ、そのもうめちゃくちゃブームの時に開いて、ね、えっと、もう,ぜもうめちゃくちゃリハバもあるから、あの商品っていうのは。だから、 それをねもう事務所総出で頑張ってね。<laughs> 頑張って <laughs>。で、えっと、ひと夏で、えっと、1億円稼いだ人と、えー、がいるとするよね、片方にね。えー、それと、そのもう、とにかくもういいものを作ろうと。で、えっと、お団子屋さんをね、小さなお団子屋さんを駅前に作って。 で、もう、カツカツですわ。なかなか利益も、なかなかね、で、もう、原価もかかってますから。ね。えー、でも、えー、っと、頑張って頑張って、お客さん、固定客がついていって、本当にもう、ほとんどリピーター、ね、お客さんは。で、そういう状態に持っていって、えー、何年か続けた結果、そのトータルが、利益で言うと、まあ、ね、売り上げで言うと1億円。で、これ、一夏のパターンと、じゃあ、お団子屋のパターンだったら、なんか僕は、お団子屋かな。 なんだろうその <laughs> それはなんかこうそうそうそうビジネスというかそのえっと仕事というものが社会を良くしていくって考えた時になんかこう時間という軸って割と大事なのかなと僕は思っていてまあ本とかでもやっぱこう細く長く売れてる本っていうのがまあよ僕がもうね いっぱい本読むけど、いい本って大体そっちのタイプで、バンってなんかベストセラーにバンってなって、あれ去年こんな本あったねみたいな、本あるじゃないですか、時々。まあ、サオダケ屋はなぜ潰れないのかみたいな、<laughs> なんかもうもう誰も覚えてないだろうけど、そういう本ってなんか内容があった試しがなくて、本当にいい本って、 もう30年前ぐらいに出版されてるんだけど、まあ、未だに買う人がいるみたいな本で、多分そういう、なんかロングテール問題でもあるんだけど、まあ、そういう意味では僕がなんか目指すコンテンツをやれてて幸せですっていう話ですよ。 で、まあそういうことで言うと、その金銭的見返りは全くないんだけど、こんなことをなんで僕がやり続け,続けられるかというと、もう一重にね、FBI という NGO で、えー、働いているとこの、この、え、これ自体が NGO の活動だからなんだけど、それ以外にもメリットはあって、それがね、僕その副業を始めたじゃないですか。 その2年前に。で、事情がね、誕生した日に始めたんですよ、僕。で、それはその次女を養っていくのに、もう収入が足りなかったから、稼がなきゃいけないと思って、その日に始めた。記念に、それを覚えておくために。で、人内義塾っていう、えー、まあ、その、 コンサルティングとか、まあ、読書の個人指導とか、チュータリング、そういうことを提供するという事業。まあ、元では一切いらない事業。あとはもう日本初の教会コンサルタントね。あの、会コンサルタントって、えっ、ー、と、検索しても Google で一件もヒットしなかったから、僕は実績を作った日本で多分第一号です。はい。えっ、ー、と、コンえー、会コンサルティング業というもの。多分僕以外今んところまだやってないはずで。 はい。なんで僕、日本初の教会コンサルタントを、えー、名乗ってるんですけど。で、それも人内義塾で初めて。今、えっ、ー、と、3つ、4つぐらいですかね、教会がお客さんになってくれてる。で、まあ、そういう、えっ、ー、と、人内義塾の、そのね、おかげさまで、その、えっ、ー、と、ビジネスが1年目からちゃんとね、利益が出てってことで、えーまあ、僕の、その、これから、その、 子供大学にあるとか、そういう自信にもなっていったわけ。で、それはすごく良かったなと思う。自分自身にも良かったなと思うんだけど、これが、あのー、それこそさっきのお団子屋の話じゃないけど、そのビジネスが、割とやっぱ皆さん、あの、一回ね、あの、お願いしますって言ったら、あのずっとしてくださるんですね。それはやっぱりこの、払っただけの対価がある。まあ、教会だったら、人、人内さんのそのアイディアを聞いたりとか、えー、その学びを開いてもらうことで、 その払った以上の見返りがあると、えー、思ってもらえてるからで。えー、それはあ、これもだからお団子や状態というか、ありがたいなと。まあ、いうふうに思いますね。で、割とだから準備とかも時間かかるから、そんなにこう時間で鳴らしちゃうと、すごく利幅が多いわけじゃないんだけど、それこそが僕は、その、なんだろう、えっと、実力も運のうちとかさ、 えとブルシットジョブで僕話しましたけどやっぱりその労働というものに対する敬意だと思うんですよなんか濡れての泡濡れてに泡のビジネスみたいなことをし始めると僕なんか人間ってなんかお金に働いてもらうとか言い始めた時からおかしくなると僕は思っててこれ僕の自説なんですけどだからなんかこうあのやっぱちゃんと汗かいてで、えー、その他の人の 本当にそれこそ肉体労働してる方の労働を貶としめないぐらいの、えー、ちゃんと賃金を得ながら、ああ、そして人の役員にも立ててる。これがやっぱね、労働の醍醐味で。まあそれをね、味わえてるというのは、まあその副業を始めてよかったなと思ってて。で、それで、その、これ、それと動画の何の関係があるかというと、あのー、結構お客さんのほとんどが実は、YouTube とか、Podcast のリスナーなんですよ。 そう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 。ちょっとごめんなさいね。はい、<laughs> で、そうなんですよ。だから、あのー、これのいいところって何て言うのかな。この、ポッドキャストが、えっと、プロモーションになっているとは、あえて言いません。なぜなら、深く狭く刺さってるから、プロモーションって広くね、ブロードキャストしてなんぼなんで、逆のことやっちゃってるんで。えなんだけど、えっと、何がいいかっていうと、その説明がいらないのね。 これは本当にありがたい。えっと、ありがたいっていうか、その、そのお客さんになってくれる人って結局、その、えっと、要はこういう対人サービス業って、お医者さんでも、カウンセラーでも、えっと、ま、顧問弁護士でも何でもいいんですけど、まあ、そういった対人サービス業っていうのは、えっと、その人の、まあ、だから漫才師とかでいう人なんですよね。その人の人となり、 なんですよね。だからそのサービスの、えっ、ー、と、優劣っていうのは受けてみるまでわからないし、自分との相性っていうのもわからないわけじゃないですか。ね。このカウンセラーが合うんだろうか、このコンサルティング自分に必要なこと言ってくれるんだろうかわかんないじゃないですか。じゃあ何で選ぶかっていうと、その人の人となりってことになるんですよ。で、その時に僕はお客さんに僕の人となりとか、僕がどれぐらいの情報を持ってるかとか、僕にどれ、どんな分野でどれぐらいの引き出しがあるか とかっていうのをお客さんに僕が説明するまでもなく、お客さんもそれこそ毎日このね、ポッドキャストを聞いてらっしゃる方なんかはもう、僕より知ってるとは言わないけど、<laughs> 僕と同じぐらい知ってるんですよ。で、そうすると、その情報の、えー、っと、非対称性っていうのがなくなるから、その、 本当はビジネスでボロ儲けしようと思う,思うと、情報の非対称性を利用するとそれをテコに使えるんですね。だからその中古車屋が、えー、自分だけがその車の状態を知っててお客さん知らないっていう状況です。えー、だけど、えー、それはフェアなビジネスではないんですよね。なんでそういうフェアなビジネスじゃないビジネスっていうのは、えー、瞬間的には設けられるけど、長続きはしないわけですよ。で、このじ情報の非 非対称性がない状態で僕始められるから、ものすごいね、話が早いんですよね。で、だから、 その自分こういうことで悩んでますみたいな。まあ牧師だったら教会のことだし、ビジネスパーソンだったら事業のことだし、個人だったらまあ自分の読書とか勉強のこと。まあこういうことで悩んでるんだけど、陣内さんのこの引き出しを開けてくれたら大体役に立ちそうだなみたいなことが分かって利用してくれるのはめちゃくちゃ助かるんですよね。それは僕はなんか本当にこの3年やってきてよかったなと思ってます。うん、で、えっ、ー、ともう一個別な角度からで言うと、あの僕その、 ま、この、ポッドキャストだったら音声コンテンツ聞いてくださってるじゃないですか。まあ、YouTube もほぼ音声コンテンツね。えー、なんだけど、まあ、僕のそのアウトプットのもう一つのライフワークとしては、あの、やっぱりオーラルコミュニケーションともう一つ、えっ、ー、と、書くコミュニケーションですね。読み書きの方の、えー、文字によるコミュニケーション。えー、これも一つの僕のライフワークなんで、 まあ、そろそろ、こう、うつでちょっとね、あの、シーズン3が、えっと、挫折してしまいまして、今もう挫折したままになって、本当に壊れた飛行機が、遥か後ろに転がってる状態なんだけど、ちょっとそれを拾い集めてですね、もう一度飛ばさなきゃいけないなと思ってて、で、それがまあ、その、シーズン4ってことになるんでしょうけど、まあ、それと、ちょっと僕、その、シーズン3から始めてた、そのノートで、ちょっとその、えっと、 各方のコンテンツ、文章コンテンツを、えっと、収益化するってことを始めました。で、そっちにもちょっと力を入れつつ、メルマガも面白く読んでいただきつつっていうバランスで、今ちょっと構想を練ってるところですので、まあもう少々お待ちください。僕の体力の回復とか、まあそういったこと、まあ書き始めちゃえば書けるんだけど、結構それにはその初動でエネルギーいるんで、ちょっとそこまでのエネルギー及び、 えっと、過処分時間が、えー、万全になったときに、ちょっと、えっ、ー、と、シーズン4は打ち上げしようかなっていう感じです。そういう風に考えてます。<laughs> はい。えー、ということで、えっ、ー、と、コメント返しの方に行きます。で、コメントね、えっ、ー、とね、そんなにたくさんついてないですよ。前回9万5千回から10万回に至るまで。で、えっ、ー、とね、 そんなにたくさんついてないんだけど、結構ね、あのね、すごく嬉しいコメントが一個あったのと、すごく、う嫌な気持ちになるコメントが一個あったんで、<laughs> あの、それ、それをちょっと意識しながら、えっ、ーと,えー、と、いくつか、いくつか、いくつかっていうか、そのコメント、 と、ついたコメント全部ちょっとここで紹介しながら、まあ、その方へはコメント返しということになるんですけど、えー、話していきたいと思います。で、ん <laughs> とね、まあ、お常連の方もいるし、初めてっていうかね、通りすがりの方もいるんですけど、で、通りすがりの方はこれを見てないから、まあ、僕はコメント無視したことになってるんでしょうけど、まあ、いいでしょう。で、<laughs> えっと、D.Gen7 さん。この方はね、えー、以前もコメントくださってますよね。えー、この方ですね、えっ、ー、とー、 あれですね、えー、聖書研究の方で、そのフリートークで僕あの、This is Us っていうですね、海外ドラマ紹介したんですよね。で、それが3週間前ぐらいの動画だったんだけど、これに対して、えっ、ー、と、こういうコメントです、えー。ちょうど見始めたドラマです、えー。シーズン6まであるとは先は長いですね。笑い。 えー、個人的な話ですが、2年かかった佐藤制度への登録が今年で完了する予定なので、いろんな意味でタイムリーなドラマです。えー、過去、研修があり、登録に1年かかります。研修に別日はなく、えー、参加できないとその研修を翌年に受けての登録になります。えー、すごい大変ですね。 はいえー、日本でも海外のように里親制度や養子縁組へのハードルが下がって、あーハードルがいい意味で下がってほしいところです。難しい問題ですが、とにかくドラマがますます楽しみになりました。ということで、まあすごいですね。その里親、僕だからその世の中で、なんだろうな、その一番 <coughs> その尊敬する人って、 の一つが、その、里親を育ててらっしゃる方なんですよね。そうそう。本当に、なんて言うのかな。その、まあ、簡単に、その、じゃあ自分たち夫婦が、その、やっぱ、こう、体の理由で、えー、っと、子供が授かれないってことが、じゃあ分かった時に、里親してた、 かしてないかは、その、ね、その状況になってみないとわからない。まあ、してた可能性が僕らの場合高いかもしれない。だけど、でも、なんていうのかな。それでも自信がないっていうかなんか、すごいことだと思うんですよ。その、人一人の、でも、ま、その子供を <laughs> 授かって、えっと、育てるということ自体が、そもそも人一人の人生を、 預かって、そしてそれを、まあ、20年ぐらい、ね、その神様のものである人生をですよ。えー、なんていうかな、養育するというか。まあ、そういう意味では、里親だろうが、自分の生物学的な子供だろうが、天から預かってるっていう意味では変わらないっていう理屈はわかるし、その通りだと思うんだけど、でも、本当になんかこう、その、 人助けっていう意味でやってるわけじゃないのは分かるんだけどでもある側面から見れば究極の人助けなんですよね里親ってねでその「This is Us」に引き付けるとえっとランダルっていう黒人のね、えー、赤ちゃんが、えー、まあ親の事情で消防署の前に捨てられててその日に密合を生んだ夫婦が、えー、一人そのうちの一人が死んじゃった。 で、それ、これは何かの巡り合わせかもしれないということで、その黒人を自分たちの養子として引き取るっていうところから、その血は繋がってない三つ子の話が始まって、シーズン、今、5まで日本では見れる。多分、えー、今年中には6も日本で見れるようになるかな。<laughs> まあ、このドラマがもうえげつない面白さなんだけど、なんといってもやっぱその、ランダルという人の、 それはそれで大変なのよ。やっぱ白人の家族で一人だけ黒人とか。で、他の、ね、その、まあ、お姉さんお兄さんと言っていいのか、そのね、えっと、三つ子の、えっと、二人の兄弟は、ね、えっと、お父さんお母さんと違って繋がってるんだけど、自分は違う。 っていう本当にこう生涯悩み続けるしまあそのパニック障害も患ったりするんだけどランダルはね。えなんだけどでも仮にランダルがあそこであの家族にピアソン家に出会わずに何だろうななんかこう施設とかで育ってたら今頃ランダルって多分なん,かなんかシーズンのなんかで、ね、そういう脳内シミュレーション出たかもしれないけど要は今の頃ランダルってそのなんかさ全身タトゥーでさ もう、指全部の、全部の指に金の指輪をしてさ、本当にこう、ヒップホップスターみたいな格好をしてさ、えい <laughs>、hey,、わっさーって言って、言って、なんかもう、あの、ダウナーな、その、ドラッグを常に常習して、もう5回ぐらいは刑務所入ってて、みたいな人生でもおかしくないんですよ。でも今立派に会計士として成功。 をして市議会議員をしてそして自分の2人の子供を育てさらに養子を引き取るわけですよランダルがだからその本当に究極のまあ、隣人愛というなんかあんまりこう安すと言えないんだけどでも本当にすごく尊敬して でてさで僕その知り合いにというか、まあ、その神田先生のおまあなんていうかな古い付き合いの方にその日本の小さな命を守る会っていう、まあ、里親のクリスチャンの里親の,、まああの支援の団体がございましてでそこの、えっと、創始者でいいと思うんですけど辻岡先生という、まあ、その先生もあの面識は僕はあるんだけどその先生が言って なんかすごく有名な言葉というか話がすごく大好きで,でそれがあれなんですよねそのまああのいろんなね里親を支援するっていうその小さな命を守る会っていうのはその多分そういうマッチング的なこともするし里親とし里子として育った子どもたちの支援とかもしてるのよ。でなんかある時その、ね 子供が、だからそれこそ思春期なのか、その、まあ、物事がわかるようになった時にわかるんですよね、やっぱりね。その、小学校、中学年とかになってくると、えっと、まあ、自分は、その、お父さんお母さんとなんか似てないような気がするしとか、なんとなくうすうすかるし、あとその、やっぱりこう、周りの雰囲気とかさ、特にそのお、おじいちゃんおばあちゃん、 とかも,うもう、もう、相当気をつけて、そういうのはやるんでしょうけど、それでも、やっぱ子供って、大人が思ってる以上に勘がいいですから、から分かっちゃったりする。そしてまた、その、これは、まあ、里親研究会でもあ研、研修会か、研修会でも、なんか、なんか講義の中に入ってるって聞いたことあるけど、それ、いつ、そういう、ある種のこうカミングアウトをするかというかね、ね、実はその血が繋がってないんだよ。だけど、お父さんお母さんお父さんお母さんなんだよっていう。 でも、その、産んでくれたお母さんは別にいて、で、えっ、ー、と、そのお母さんもにも感謝しようねっていう、そういう話をするっていうタイミングが来るわけですよ。で、その時に、えっ、ー、と、なんかね、あるね、おは本当実際にあった話で、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、子供がね、んっと、外で聞いてきちゃったパターンの時だったと思うんだけど、その時に子供が帰ってきた時に寝、ね、のすごも息を荒げて、顔面蒼白になって、お父さんと、 お母さんと私って血がつながってないって本当ってもう修羅場ですよね。でなった時にそのお父さんとお母さんが言った言葉を辻岡先生がえ紹介してすごそれはすごいよくてそ,れその時にお父さんお母さん何て言ったかって言ったら「うんそうだよ」って言って「ちなみにあのお父さんとお母さんも血がつながってないよ」って言ったっていう。なんかね これ、すごい好きな話で、なんで好きなんだろうなって考えたら、これ要はさ、その日本って、そのすごい血縁主義なんですよね。そうそうそう。それもまあ東アジアの特徴らしいんだけど、 要はその家族というユニットをなんか血のつながりですごく考えるうる文化なんですよ世界の標準で見るとだからその血がつながってるかどうかってめちゃくちゃその大事にするところがあるんだけどでもそれってでも根本から考えた時にお父さんとお母さんは血がつながっていないという,ものいう事実こそが家族を家族たらしめているその ね、アダムとイブの時代から決まってる結婚の神秘なわけよ <laughs> だからその,、ねえー、とその子供にだからだからお父さんとお母さんは血がつながってないよだけど家族だろだからあなたとお父さんも血がつながってないよだけど家族だろっていうことをこうなんかこう言えたその両親を本当にすごいなって思っててちょっとすごい話 すごく長く、なんか、このコメントに長く話しすぎたけど、まあでも D.Gen7 さんね、本当にこう、立派なことをなさってるなと思いますんで、あの、This is Us も多分というか、おそらくすごく参考になるドラマなんじゃないかなと思いますので、もし見た時は感想を聞かせてくれたら嬉しいです。はい。えー、次行きましょうか。次はね、えっ、ー、とね、これね、<laughs> あの、三島幸雄対、えー、千人の東大生っていう、あの、映画ですね。の解説動画、これ去年ですね。去年の動画に、2週間前に、これ、あで、A, B, E, V。 ci, アットマーク、なんとかかんとか、なんとか、オーグみたいな、その、メールアドレスですね。メールアドレスというア,ンカのアカウントの方ですね。この方が、えっと、アクタは決して有名ではないですよ。ただ、演劇団体を作っていた面白い人物。全教徒の幹部は全員本郷にいました。えー、山本義隆、物理の、博士白紙程で当時議長でしたっていう、まあ、ああのなんか、 ね、その事実関係を教えてくださってます。ありがとうございます。まあ、この方だから結構ね、東大にその頃いらっしゃった方のかもしれないですね。はい。まあね、そういう、なんかアクタ、アクタさんっていう人が、まあその、三島由紀夫に東大全景王がぶつけた論客なんですよ。で、まあその人も本人として出演してるんだけど本、まあドキュメンタリーだから、あのね、本人も出演してるんだけど、 まあ僕はその方のこと知らなかったから、まあ不勉強で知らないんですけど、みたいなこと言ったら、あの、いや、決して夢ではないですよっていう話です <laughs>。次行きましょう。で、次が、えっとね、すごく嬉しかったコメントなんですよ。でね、これね、えっと、本当にかなり前の動画があって、 で、それが、えっと、脳が壊れたっていう本を一人ビブリオバトルで、えー、紹介しました。これ、鈴木大介さんという、あのー、フリージャーナリストなんだけど、えっと、脳梗塞でよかったと思うんだけど、で、その結果、工事 の、機能障害っていう、えっ、ー、と、いわゆるだから、なんかね、本当にこう、なぜか左側ばっか見ちゃうとかあるんですよ。それ、うのがダメージ見て、だ、受けたりすると。なんかそういうのとか、まあ、なんか本当に、あと、うつ、うつの症状みたいのも出るらしいんですよ。で、そういうのを紹介した本で、で、それを見た、この、えっ、ー、と、スタジオ、スタジオドッグラン、 どうう読むんでしょうかねスタジオロッドッランでいいと思うんですけど、ね、この犬のアイコンの方ですでこの方がねこういうコメントくださったんですよえっと私にとって素晴らしい動画ですとで私は工事工事の機能障害当事者ですが左脳の読み書きの障害で脳が壊れた読みたかったのですが不可能なのでしたありがとうございますと で、えっと、もう一回、その前編後編に分けてるから前編の動画にこれくださったこれ11日前なんだけどその翌日かなんかに後編の動画にもコメントくださってて「えっと、解説に感謝です大変感動しましたえ私は左脳の脳出血で読み書きが困難ですので」っていうことを、ね、コメントくださってるんですよね。 で、まあ、このスタジオロックランさんが、この、今ね、僕が話してる、この動画を見てるかどうかは、ちょっと、えっ、ー、と、ね、定かではないですけど、もし見てらっしゃったら、僕本当にこう、嬉しかったです。なんかあ、あ、そうか、こういうこともあるかと思って、そうそうそう,そう、だから、その、この方は、えっ、ー、と、佐野のね、工事の機能障害があるから、 えー、そうするとそのまあ文字の読み書きができないんでしょうねだからそのその部分の脳がねあれだから障害受けてしまってるからダメージ受けてしまってでえっとでもこの脳が壊れたっていうまさに自分のことを書いたような本があるってことは知ってたでも読めなかったでこの動画に出会って僕のこの解説動画に出会ってすごくうん 感動しましたとおっしゃってくださって。まあもちろんね、この方まあオーディオブックなんかもね、あの利用されてるとは思いますけど、でもまあこういう形でこう解説動画聞いてくださって、こういう形で役に立つっていうのは僕のこう想定の範囲外にあったことで、思いがけないコメントをいただいて、とても嬉しかったですね、これはね。はい。えー、まあこういうことがあるからまあ続けていこうっていう気持ちになるんですよね。えー、で、えっと、<laughs> えっと、あとに、二つですね、コメントは。えー、っと、五日前のコメントで、えー、これ 2KMM さんですね。これ、ま、ああの、えー、この方、えー、ね、常連のね、方ですね。で、えー、っと、 えー、素敵なご夫婦、憧れます。こういう話が聞けると幸せな気持ちになります。今後の活動についてもお祈りしています。という、これがね、あの、私が、えー、これ,あれ、14年間書き続けたプレイヤーレターについてっていう、まあ、プレイヤーレターっていう、その活動報告のレターを、まあ、その、ええー、ね、僕は年に4回支援者の方々にお送りしている。で、そのレターを僕のその妻が、まあ、その一番に読めるということを本当に幸せだと言ってくれてる。 という話をしたんですよねで、まあ、僕のね妻がその手書きのメッセージ書いてくれてるから、まあ、それも本当に大きなねあれで、まあ、チームワークでやってるよっていうような話に対して、まあそのね、僕らの夫婦のことを褒めてくださってありがとうございます。はい、本当にあの 痛み入りますね。はい。えー、ということで、えー、最後の、<laughs> 最後が、だから、あの、ちょっと嫌な気持ちになったやつです。<laughs> で、えっ、ー、とこれがね、あの、これちょっと皆さん、ちょっとこれほんと、フリートークで話そうと思ったぐらい、これなんだろうなってね、この2、3日考えてるんですよね。<laughs> で、こういうの定期的にあるんですけど、まあその、こういう顔を出してさ、その何かを言うってことの税金みたいなもんで。で、多分、この動画かけてもいいですけど、このコメントした人聞いてないんで、まあそうまあ聞いててもいいようにはもちろん話しますけど、でも、あの、マイベストさんっていう方はね、2日前にね、コメント、 触れててで、なんかこれを僕、なんか教会から夕方帰ってきてさ、結構疲れて帰ってきた時に、あの、YouTube ね、今日何回ぐらい再生したかな、みたいな調べる。で、そしたらコメントがついてて。で、これ見て、なんか本当にもう、あ、もう疲れて、あもう本読もうと思ってたけど、やめたぐらい、ねえよ、ぐらいな、<laughs> ぐらいなんか嫌な気持ちになったんですよ。で、このマイベストさんが、えっ、ー、と、読みますよ。この織田信長のね、アイコンの人。<laughs> えっと、 えー、もしあなたが再生回数や登録者数を気になさるのであれば、最初にある程度のシナリオを書いて撮影される方がよろしいのではないでしょうか。 正直、何を言いたいのか、というより何を言っているのか分かりません。話があちらこちらに飛んで、焦点がボケ、ダラダラ感が否めません。僕の理解力のなせる技なのかもしれませんが、っていうコメントを、これあの、子育ての第五回っていう本を紹介した一人ビブリオバトルに対して、ま、ああのコメントくださってて、なんだろうな、なんか、ま、普通に、 なんだろう、マジマジレすすると、うるせえわ、以外何者でもないんだけど。<laughs> ま、それ、でも、それで済ます、すのも悔しいというか、えっ、ー、と、なんだろうな。なんか、本当に、このマイベストさんってどういう方なのその、小田信長のアイコンだけど、実は女性かもしれないし、ね。あの、わかんないですよ、それは。もう、どんな人かわかんないけど、 でも、もう、その、ね、この人の、じゃチャンネル行ってみたら、あの、一つも動画を上げてないし、まあまあ、その、閲覧するだけのコメントを残すためのあ、あの、なんかアカウントなんでしょう。この方は複数のアカウントを持ってるかもしれません。わからないです。わからないですけど、多分 AI ではないですよね。<laughs> で、で、えっと、この方実在するんでしょう。で、なんかさ、本当になんか、 本当に僕の悪いところでもあるし、大人になりきれてないところでもあるんだけど、なんか本当に、なんか、ほ、あの、ちゃんと泣かしちゃろうかって思うんですよね。<laughs> 本当にごめんなさいね、こういう。<laughs> あの、なんか、なんか、マジで問い詰めて、いやごめんごめんごめん、あの、どういうこと、もう一回言ってくれるっつって。あの、まず、その再生数や登録数を気にされてるのもあればっていうのは、僕、され、してないのよ、正直ね。で、えっと、 あの、してないというのを他の動画でも言ってるし、そして誰もが YouTube をしてる人は再生数とか登録者数気にしてると思うなよと。世界はお前の思うような奴らだけじゃないんだよと。シェイクスピア読んだことあるみたいな話で、あの、本当泣かせようかなっていう、<laughs> ちゃんと泣かせてあげようかなって思う、本当と僕の本当にこれはもう未成熟なところ、ね。なんだけど、そういう気持ちがムクムクと湧き上がってくる。うーん、<laughs> だけど。 <laughs> だけど、これからまたその、ぐるぐる考えてると、こう、こう、だん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 こうね、その、怒り成分が薄れてきて、興味成分が出てくるのよ。前のその、東電の電話の時もそうだったけど、えっと、そうなった時に、この、 人たちってな、なんなんだろうなっていうか、その、あと、その正直何を言いたいのかというより何言ってるのか分かりませんっていうのはもう、それはそうなんでしょう。この人の経験なんです。この人の脳内では本当に何言ってるか分からないんでしょう。そして話があちこちに飛んでるんでしょう。焦点がボケてるんでしょう。ダラダラ感が否めない。もうそれはその通りだと思うんですよ。だって、あの、ああいうさらためみたいなさ、ああいう編集された動画と比べたらもう、動画の、その、 目的が違うから。そうそうそう。そうだから、なんていうの、その M1 の4分ネタとなん、ラジオの2時間のトークって違うよね。その、こう、その、オーディエンスも違うし、期待されてるものも違うから、だからそれを、その、ラジオの2時間のトーク聞いて、何言ってるかわかりません。4分ぐらいに台本書いた方がいいんじゃないですか。それじゃないと M1 優勝できませんよって言ってるような感じなのよ。僕からすると。なんか全部が違って、 全部がなんかこう、すげえな、この人の、その人間を見るその、その人間を入れる引き出しの少なさっていうかさ、なんか動画を出す人にはいろんな人がいるとか思わないのかなとかさ、そのわかんないけど、まあ、いろいろ思いましたわ。 で、でね、その何を言いたい、言ってるのかわからないんだったら、そんなにこの子育ての第五回に興味があるんだったら、あの、読みはいいと思うし、<laughs> う最終的には。いろいろ思った。いろいろ思ったんだけど、最後僕がその怒り成分が薄れてった時に、もう泣かしちゃろうか、もう泣かせないことにした時に、えっと、最後に興味関心が残るんですよ、僕の場合ね。で、その興味関心で言うと、こういう人たち で、どこで何をしてる人なんだろうってことなのよ。僕の関心って最後は。その匿名でなんかこう、上から言ってくる人っていうか <laughs>、その <laughs>、匿名で上から言ってくる人って普段何してる人なんだろうなっていうのすげえ思うのね。で、それで僕がやっぱちょうど同じような時期に R1 グランプリ僕見てたから、 あのさ、吉住さんのさ、今回のネタめちゃくちゃ良かったじゃないですか。で、僕の妻はもう、お見送り芸人新一よりも吉住さんの方が面白かったって言ってて、もう本当に、それを言いたいこともわかる。めちゃくちゃ面白かったんですよ。もう優勝して欲しかったですよ、正直僕は。 うん。で、吉泉さん、吉泉さん、本当に僕は好きになりましたよぐらい、あの、昔から好きだったけど、より好き、ファンになっちゃったぐらい、今回の R1 のネタは秀逸で。で、それがまさに、その、ネットで、その、当事者でもないのに、その、正義中毒になってる人たちって、どこで何してる人なんだろうな、っていう、薄々みんなが思ってることへの、ある一つのアンサーを与えてくれてる、 ネタなんですよ。だからなんかね、すごく面白かった、それが。その、そのネタぜひ見てほしいんですけど、何らかの形で。めちゃくちゃ面白かったんですよね。で、えっと、で考えると、この、織田信長アイコンのマイベストさんが、どういう人だったら面白いんだろうかっていうところに行くんですよ、僕は。 だから、なんだろうな。この人、どういう人なんだろうな。だから、学生とかだと面白くないじゃないですか。本当に泣かしちゃろうかになっちゃうから。<laughs> だから <laughs>、むしろ、なんか、僕はなんだろうな。なんだろうな。あの、そうね、そうね。そうね。あの、そうだな。もうさ、すごい、本当に誰も友達のいない、 専業主婦で、ね、織田信長のアイコンだけど、専業主婦で。で、なんだろうな、もう、本当に子供としか一日会話しないっていう日がずっと続いてて。で、奥、ね、そのご主人とも会話がなくて、本当に孤独で。ね。で、さあ、もう、なんか、子供が昼寝してる間に見る、その YouTube っていうののだけが一つの楽しみでいろんなのを見てる中で「おっだこの子育ての第誤回面白そうじゃないか」っつって見たらなんかそのねずっと40代のおじさんの面を、ね、だけが写っててしかも台本もないダラダラ話しやがってでまあ僕の理解力って書いてる,かも書いてるけどこれはまだからその,寝かの逆です、ね、ネットオオカマネットでは性別逆転させるタイプの人いるじゃないですかそれで。 えっと、なんゃ、これもう本当に、なんだこいつ、しかもう、ちの旦那に似てんじゃねえかこいつ、って思って、こういうこと書いたって思うと、俺もう本当感動の涙が出てくるね。抱きしめてあげたい、このマイベストさんを。最終的にね、僕の結論、抱きしめてあげたい。 というわけで、えっと、というわけで、えー、10万回、なんか後味悪い。後味が悪いのを無理やり良くした。<laughs> 力技で良くしましたけども、後味をね。はい。あの、砂糖、ぶち、ぶち、まぶしてですね、甘くしましたけど、苦いものはい。抱きしめてあげたいです、僕は。マイベストさん。みんな抱きしめてあげたい。本当にこれ聞いてる人。ね、こんな43分も聞いてくださってる人、全員抱きしめてあげたいよ。 うん。ということで、と <laughs>、えー、10万回、えー、フリー記念、えー、ポッドキャスト10万回再生記念、えー、フリートークおよびコメント外資会でございました。最後まで長かったですけども、聞いてくださった方、ありがとうございました。それではまた、えーね、10万回以降も続けてまいりますので、応援してくださったら嬉しいです。えー、それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。